皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。7月13日、土曜日放送の、千鳥かまいたちアワー、日本テレビ系午後11時30分、11時55分、は、第5回食べっぷりグランプリを送る。写真、演出を担当する第5、山内健二、濱家隆一。食べっぷりグランプリは、 千鳥、大悟とかまいたちがクリエイターとなり食べっぷりを演出する企画。これまでの過去4回、元乃木坂46の松村さゆりが見事な食べっぷりを披露し好評を博している。現在放送中のグルメドラマ、焼いてる二人、交際ゼロ日結婚から恋を始めよう、読売テレビ、中京テレビほか、の主演として、食べるのが大好きな主人公、役を演じることになった松村。 オープニングでは、これ、千鳥かまいたちアワーのおかげといっても、大悟、マジでそうなんちゃう。ノブ、と言われると、松村は、本当にそうだと思います。と即答。食べっぷりがすごい素敵なのでキャスティングさせていただきました。って言われましたとドラマ主演に抜擢への秘話を明かし、4人を驚かせる。さらに、審査員を務める CM プランナー佐藤幸男は、 多分もう CM 来る時間の問題と CM 業界のリアルな松村への評価をぶっちゃけるするとこれを聞いた松村にある変化が今回のテーマは CM 飯第悟濱家隆一山内健治がそれぞれ食べるものとシチュエーションを選び自ら CM の演出脚本を考案トップバッターの濱家が選んだのはビール濱家曰く 今までなかったんじゃないかなという視点で作り上げる CM のタイトルはまさかの最低な休日自身の経験も反映させたという演出の出来栄えに逆にノブなかなかの名台リフ「d a と全員意表を突かれてしまう山内は「ファストフード」を選択銀行マンが監査に追われながらも空腹に耐えかねて食べ続けるという緊張感のあるシリアスなシチュエーションや あの有名ドラマさながらの松村の正義感あふれるセリフに濱家らは、聞いたことあるな、とイブカしむも、松村の見事な食べっぷりに目を奪われる。タイゴは、毎年毎年同じ感じになってきてると、クリスマスシーズンの定番グルメ CM を一刀両断。新しいクリスマスに合ったチキンの CM、獄畜を提案。こわのエキストラ俳優陣と共に自らが共演者となり、 衝撃スタイルの松村と怒涛の展開を繰り広げるそして優勝作品の発表では審査員がぶっちぎり本当にあのまま CM 作れますよと大絶賛果たして優勝は誰の作品なのか松村の今後の俳優業を左右するかもしれない名作 CM プランの数々に注目だどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。